リケートとは、富士重工業とオランダのファンドールネットの共同開発によって、世界で初めて実用化に成功した EG ーードライブシステム式オートマチックトランスミッションである。富士重工業はこれを電子制御電磁クラッチ式無断変速機と称した。通常の AT は摩擦クラッチの代わりに流体継ぎ手の一種であるトルクコンバータを使っているが、富士重工業は 電子制御電磁パウダークラッチを使った。レックスサンバーに採用されたクラッチペダルレスのオートクラッチシステムの技術でクリープ現象がなく安全とされていた。無断変速部はダフを買収したボルボの乗用車で使用実績のあったスチールベルト式 CVT を使用していた。変速ショックのない消排気両車にとっては理想の AT として ジャスティオ・カワキリにレックス、サンバー、ビビオ、ドミンゴと拡大採用されていった。しかし、無断変速 AT ということで、通常の AT と違う特性に人々は戸惑った。イケイト社のスロットルには、電子スイッチがいくつか取り付けられており、アクセルペダルを踏み込む速さを検知して、電磁クラッチの制御を行っていた。電磁クラッチとプーリーの油圧制御は、電子制御であるが、 変速比制御は機械式であり少々癖があった。例えば完全に停止しないと変速比が低速寄りにならず、停止寸前からの再加速などの時、プーリー比が小さい状態のまま加速しようとするので加速が鈍くなる弱点がある。これは変速比も電子制御となったスポーツシフトで改善された。そもそもなぜこの CVT が開発されたかというと、 クリープ現象を伴わないタイプのクラッチを持つ CVT 車はことに発信時繊細なアクセル操作を行わなければギクシャクして円滑さに欠ける車両挙動を示したためより滑らかな作動を求めて開発されたのである。しかし、それでもこの問題の解決には至らなかった。さらに最大の売りである電磁クラッチが逆に最大の弱点となった。 低速走行時のギクシャク感を嫌って、上り道でブレーキを使わずにアクセルワークだけで停止したり、化石祭で走行するような使用方法を続けていると、電磁クラッチに負担がかかって故障が頻発し、イケイトのイメージ悪化の一因となった。この点を反省点として、サンバービビオのマイナーチェンジでは、一部グレードを除いて、通常の AT に変更された。プレオ以降は、 全車種に CVT を採用しながらも、ロックアップ付けトルクコンバータを使っている。一方、電磁パウダークラッチは現在では、産業用で活躍、耐震化している。このほかフィアットへも供給され、パンダとウーノに採用された。また、鈴木カルタスにも搭載された、公益社団法人自動車技術会の委員会が、後世に語り継ぐべき特徴を持つ個実として、選定した。 日本の自動車技術330戦に池井いと、製作年1987が選ばれている。ありがとうございます。